ありがとうございます。なんだか恥ずかしいわ。次の帰りは。お父さん、行ってらっしゃい。貴様、こんなところで。イサベル。やめろ。またあの夢か。俺はどうすればいい。なんだこいつは。話が通じる相手ではなさそうだな。家族を守るために。この大地を照らしてみせよう。俺とそいつは二人で一人。それで決める。相棒、いっちょやったろうぜ。よっしゃよっしゃよっしゃ。しっ、我は己の意志を守りし、ここは俺たちの縄張りだぜ。一息で吹き飛ばしてやる。覚悟はいいか。怪人とかせ。対策だ。その程度か。その程度か。家族のために負けるわけにはいかない。やったか。一体何だったんだ今の化け物。それにあの模様、災いの木に関係があるのか。あいつらがもし他の場所にも出現しているとしたら無事なのか。レイチェル、ナタリ、今行く。待っていてくれ。山を降りるのはいつぶりだろうか。悲劇を繰り返さないために決めたことだった。もう誰も傷つけないために。だが俺は行かなくちゃならない。家族を守るため。レイチェル、またさっきの怪物。変身した。寂しい、寂しいよ。
供に扮しても容赦はしないぞ。お前は怪物だ。家族を守るために。ルナ、一人は嫌だよ。剣に叩く。我が剣に叩く。二人とも犯させん。ソーラ、逃げろ。
家族のために負けるわけにはいかない。人の姿になれる怪物か。この能力を使って怪物がレイチェルとナタリーに近づいたら危険だ。だけど今の俺が帰る方が危険なんじゃないか。いや、俺は守りたいだけだ。きっと大丈夫だ。よし、行くぞ。あの怪物の声、誰かが戦っているのか。これで最後か。お前は一体。ほう、お前はそれなりに戦えそうだな。私はユリアス・ホルモンド、ローウェン・ドラグスピアだ。ユリアス、どこかで聞いたような。ようやく楽しめそうな相手に会えた。待て、お前は。こいつらをいくら倒しても退屈でね。ここで会ったのも何かの縁だ。今度はお前が私を楽しませてくれないか。守るために。退屈させてくれるなよ。私を楽しませてくれたまえ。楽しませてくれたまえ。あなたの夢食べてあげる。まだ食べ足りないのに。甘い時間を過ごしましょう。なかなかやる。血をいただくとしよう。この大地を照らしてみせよう。無駄なことをした。
取ってくれるんだい。この剣は我が希望。これで決める。まだ行き光が世界を包む。あなたの夢食べてあげる。小手調べだ。出動させないでくれたまえ。我が剣に捧げ。お前倒す覚悟はいいか。もらった分は働くよ。迅速に、生産に。いかがかな。ここまでか。貴様の血をいただこう。まだ食べ足りないのに。抗うかならば燃えろ。なかなかよ。面白かったわ。うがと楽しめる相手がいたとはな。ソーラ逃げろ。家族のために負けるわけにはいかない。
どうだ、もう俺の力は十分分かっただろう。いや、まだだ。まだ見せてもらっていないぞ、お前の本当の力を。どういうことだ。私が気づかないと思ったが、お前には本気で私を殺す気がない。理性というつまらぬ鎖に縛られた力で私にかなうと思ったか。なぜ自らを理…俺は自分を見失うわけにはいかないんだ。それで私に敗北するとしてもか。ああ、そう。人間もいろいろだな。心を壊し殺戮に生きる者もいれば、己を律して戦う者か。お前はつまらん。いや、そうだ、一つ聞きたいことがある。バルタザールはどうなった、かつて。なぜ今、そんな何代も前の王のこと。何代も前、そうか、やはり。思い出した、ユリアス・フォルモンド、聞き覚えのある名だと。バルタザール様に封印された最後のヴァンパイア族。お前が。戦いを忘れたお前には関係のないことだ。さらばだ、弱き男よ。弱くてもいい、俺はただ俺の大切なものを守れればそれでいい。レイチェル、ナタリ。
家族を守るために。やめるなら今のうちだ。こいつは二人で一人。これで決める。取ってくれるんだい。これで決める。もらった分は、もらった分は働くよ。もらった分は働くよ。もらった分は働くよ。ならば燃えろ。抗うかならば燃えろ。存分に楽しめたぞ。
らった分は働くよ。もらった分は働くよ。覚悟はいいか。私も沈むの。あまねく全てが痛むのだ。死ぬ。汚れよ。お前倒す。天空の番人、うがっ！
見事なもんだ。